はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィーニングポスト9始めていきましょう。160回目ですね。Twitch で配信しておりますが、後に YouTube にアーカイブ流します。ウィーニングポスト9 2021、 Twitch のアカウントですね、視聴アカウントフォロー、チャットコメントお願いします。Twitch マイアカウントフォロー&ライブウォッチ&チャットコメントプリーズ。アーカイブ YouTube に流します。YouTube のチャンネル登録、高評価もお願いいたします。 YouTube マイチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。チャット欄に Twitter の外部リンク URL 貼っております。ぜひアクセスの上、まだお方フォローお願いいたします。 Twitter マイアカウントフォロープリーズ。2007年の4月2週ということで、まずはレースから始めていきましょう。ルーラーシップトゥザグローリーか。ネクストということで、アップルブラッサムハンデ、アマノフユソナ登場です。一番人気129。うん、先行策はいいですね。レース。アップルブラッサムハンデ、オークロンパーク競馬場、ダート 1700m G1 です。発送です。スタートしました。チームメイト前に行きそうです。キャピタルカフェ、それに続いています。さらにはローオール6番フリルエクスプレス。アカウントのフォロー、その後ろ、ツイッチのアカウントフォロワー数30人一気達成しました。ありがとうございます。ウェイトアファイル、その後ろ、天野フェユソナ D1 です。その外からオフショアソルト、並んで8番ジェットコーナーズ、ドロップビーナス、この馬もこのグループ。内からはアシシエンプレ、これに続いてパピルスアップル、これに続くのがツリーオブカリフォルニア、しんがりからバランス、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度足毛の馬体、チームメイト依然として先頭、キャピタルカフェすぐ後ろ、少し開いてフリルエクスプレス、ウェイトアファイル、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はチームメイト、2番手はキャピタルカフェ、間を挟んでウェイトアファイル、3番手 G1 3勝アマノフェユソナ、まだ後ろ、鞍上のゴーサインはまだでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、伸びないな。アシシエンプレ、2番手はバランス、アシシエンプレ先頭だ。アシシエンプレ、アシシエンプレ1着、2着はバランス、3着にキャピタルカフェ、勝ったのはアシシエンプレ、見事な勝利です。さあ9着理由はわからない。マジションステークス、世界に花が一番人気となっておりますが、ラウンドポンドがトップだ。トップじゃん。ちょっと厳しいなこれ。ダイジェストで行ってみるかな。最終コーナーをカーブして、さあしかし案外、あでも前には届かないかな。先頭残り 200m を通過して、先頭はラウンドポンド、
2番手は天の世界ミハナ、ラウンドポンド先頭だ、ラウンドポンド1着、2着は天の世界ミハナ、勝ったのはラウンドポンド、見事な勝利です。ニュージーランドトロフィーです。天の想定内は2番人気、ローレルゲレーロが1番人気ですね。1番人気は凱旋決明士となっております。あ、1番人気は、凱旋決明士クラブワーですね。こちらが5番人気ですね。アストンマーチャーもいます。さあ戦法変えられますが、まあこのままか追い込みの方がいいだろうな。ダイジェスト、中山 G2 ニュージーランドトロフィー芝、3歳芝 1600m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。中割ってきた、先頭残り 200m を通過して、こいこいこい、天の想定いない、追い上げてきた、想定内来た、中割った、2番手はローレルゲレイド、勝ちました。天の想定いない、天の想定いない、1着2着はローレルゲレイド、3着に凱旋決明士、天の想定いない、見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。直線見事な中割りでした。阪神牝馬ステークス、まあ、これは飛ばす。オリブレードか。大阪ハンブルグカップ。ん？あ、飛ばします。春来ステークス、片野松健一番人気です。グリグリですね。これは勝ったでしょう。ダイジェスト、中山オープン特別春来ステークス芝 1200m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。岸子マーズ、すごい素足、残り 200m を通過して、先頭は変わって片野松健、2番手はアリアンサーガ、片野松健勝ちました。片野松健1着、2着はアリアンサーガ、1番人気に応えました。片野松健見事です。大花賞登場、ダイワスカレットリーヨスさんですね。エルクリッパー一番人気ですね。ダイワスカレットクラブは大花が5番人気となっております。印は、ダイワスカレットグリグリとなっております。で、大花もまあまあいい印ですね。裏人気ピンクカメオ、3番人気ローブレコルテ、このあたりかな。前に行く馬が有利に見えますね。ダイワスカレット向きの展開だと思われます。ジョッキーもなぜか竹豊か。ではレース行きましょう。阪神競馬場、3歳牝馬限定 G1 桜花賞芝 1600m、牝馬クラシック第1弾となります。ダイワスカーレット勝つことができますでしょうか。三歳牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。おっと、アムールキネマゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後にアルコセニョーラ入ってゲートイン完了です。
スタートしました。アムノルキネマダッシュがつきません。まずは先行争い、エクスキューズ前に行きそうです。エンマインゴッド、それに続いています。さらにはダイワスカーレット、栗色の馬体、つけましたね。花屋桜、その後ろエクスキューズ先手を取りました。これに続くのがエルクルッパー、オートリスラム、そのうちに続いています。その後ろからはエミーズスマイル、並んで11番フライバド、その外からウォッカ、内からはストロングスカイ、ローブデコルテ、その前に進出、その隣にエンマバトル、すぐ後ろにシロマンティカ、その外にアムールキネマ、ピンクの帽子アルコセニョーラ、その後ろ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はイクスキューズ、イクスキューズさらにリードを広げます。2番手はダイワスカーレット、から抜け出そうとする金谷桜、3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってダイワスカーレット、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。残り 200m を通過して、後続はまだ後ろ、ダイワスカーレット先頭です。圧勝ですね。このまま押し切るか。2番手はウォッカ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はウォッカ、3着にテンマインゴット、これが世界の実力だ、ダイワスカーレット。やりました、ウィニングランです。ヒンバ参加狙えますね。距離延長でウォッカー気になりますが、あれ、そうだ、ダイワメジャーの弟なんだ、妹なんだな。海外はそのダイワメジャーですね、兄の。さあ次は皐月賞です。一番速い馬が勝つ、そこ知れぬ実力、 iPod、 そこ知れぬ実力、ブログ、二強対決、初地場の2強対決です。ダイスは放牧ですね。次がオークスに挑む予定です。キリ持つことは持つけど、果たしてどうかな。さてマツケンですね。マツケンは13戦か、ケンハーヘ取ってんだけど、段階踏んでいくしかないでしょうね。新潟大賞典でいいのか。もう重賞は取ってますからね。1890万。ただこの辺挑ませないといけないんですよね。で想定内が、うん、まあしゃあないよな、そうなるよな。しかしまあ嫌ですね、ここへ来てのあれは。
待って、こういう時能力は？これ左回り得意とかどこで見るんだろう？双方か、やっぱり。疲れがちょっと溜まってるので休ませて、それからどうするかって考えた方がいいですね。個人的にはどうかな、 NHK マイルは。まあアミーゴがいますしね、無理に出す必要はないでしょう。次に世界に花、惜しかったですね。あ、そっか、芝もいけるんだ、この馬。疲れは？疲れはあるな。まあでも来週ローテ決めるとき決めましょう。フューソナー惨敗でしたね。 BC ディスタフ2着なんで、ここでは負けはわからん。精神力、賢さがちょっと弱い。精神力は今上げようとはしてるんですけどね。フューソナーまだ、あ、覚醒なんで何もでも戦える。ただまあ繁殖には早く上がりたいですよね。あ、右回り成績、左回り成績っていうのがあるのか。左回り初の惨敗なんですよ。まあヨーロッパは右回りが多くて、アメリカは左回りが多いですね。芝でもダートでも右回りが1回しかないんだよな。状態は問題ないかったのにな、なんで負けたんだろうな。じゃあネクスト、メーカーズ46マイルステークス大和メジャー1番人気137、ダントツですね。先行も有利な戦法だと言えましょう。レースです、キンランド競馬場 G1 メーカーズマックマイルステークス芝 1600m です。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。おっとギブアウトザトップ、出遅れてしまいました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。レインボーシークエンス前に行きそうです。ダイワメジャー、それに続いています。さらにはインザビット、栗色の馬体ショーイングアップ、その後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。レインボーシークエンス先手を取りました。並んで9番オンザスキーム、内からはエントリーカリフォルニア、その後ろからはミエスクズアプルーバル、ギブアートザトップ、すぐ後ろ、さらにはアーティスティックヒマラヤ、600Kポイント、そのうちに続いています。その外にキーナーバーガー、内からはフォーマルハウトヴィンテージ、緑の帽子リズミックタームズ、その後ろ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。ここでショーイングアップ、先頭に変わりました。ショーイングアップ、さらにリードを広げました。サイド上がっていきます。ザビッド大和メジャー、ぐんぐんと差を詰めてくる。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。ここで先頭は大和メジャー、後続を引き離しにかかる。後ろ来てますよ。2番手手応えはどうか。残り 200m、 後続はまだ後ろ、ね、2番手はミエスクズアプルーバル、大和メジャー、ぶっちぎった。大和メジャー今ゴールイン、
段違いの強さです。2着はミエスクズアプルーバル、3着にショーイングアップ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ダイワメジャー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。木馬審査ついに傷レベルがフルの5になりまして、逆学習能力、学習能力って何なんでしょうね。アーリントーカップ天の着歌登場です。一番人気新座記念を取ってますね。先方差しは有利かな、わからないけど、大外はフリーですけど、まあ2コーナーのポケットから出発するんだっけ、どうかな。まあ2コーナーに差し掛かるからコースロスはあるかな。ひとまずダイジェスト、阪神 G3 アーリントカップ3歳限定芝 1600m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋さおだけや、さあもう先頭外から天のチャクタ先頭、凱旋さおだけや懸命に追いすがります。もう先頭へ踊り寝ましたね。天のチャクタ余力は十分か、さらに引き離していきます。2番手は凱旋さおだけや、天のチャクタ今ゴールだけや頑張ってる、段違いの強さです。2着は凱旋さおだけや、天のチャクタ見事一番人気に応えました。カテレスを勝っていきましょう。NHK マイル出すかどうかっていうところですね。まあ多分負けると思う。さあ皐月賞です。アパノブローアンドアマノアイポッド1番人気、2番人気を占めております。クラブ馬浅草キングスも4番人気、ドリームジャーニーとかオリーブ風船が3番人気か、ブログが逃げに対して iPod が差しか、まあ、このままでいいでしょう。それでお互いのいいところを出せる感じがします。じゃあ行ってみましょうか。レースです。中山競馬場 G1 3歳限定、3歳ボマクラシック第1弾皐月賞、芝 2000m となります。果たして三冠の1回目を取るのはどの馬になるんでしょうか。先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾皐月賞、最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ最後は大外枠の天馬バトラー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬きれいに揃いました。どの馬が先頭に立つでしょうか。天馬バトラー前に行きそうです。ディンキーアルモース、それに続いていますオリーブ風船、後方から、では前の方から、先頭は天野ブログ、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。ビクトリー、その前に進出、これに続いてディンキーアルモス、黄色の帽子エルスターダスト、その後ろ天馬バトラー、すぐ後ろ並んで11番アドマイヤーオーラ、内からは浅草キングス。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。天野アイポッド、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。その隣に天馬チェイサー、すぐ隣にトラベルチューン、
その外にスクオンホース並んで16番スリーシューズ1000メートルを通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。やはりか、先頭から最後方まで中断ですね。悪くはない展開になりました。最一方をそれに続きます。すぐ後ろにドリームジャーニー、この辺りで先頭が変わりました。ビクトリー、2番手は天野ブログ、ブログは2番手です。3番手天野ブログ、いい位置です。いい位置だが、かかります。おっと、押されている。さあ先頭は天野ブログ、さあだからもう完全にかわしてしまった。先頭変わって天野 iPod が残り200メートル、これは完全にちぎれた。残り100メートル、とてつもない強さ。すごいな。2番手は天野ブログ、天野ぶっちぎりました。ゴールイン、段違いの強さです。2着は天野ブログ、3着にアドマイヤオーラ、見事に勝ちました天野 iPod。 ウィニングランです。初 G1 ですね。そうです、母のシアマゾン主戦なんです。iPod の方が人気なかったんですね。ちょっとペースに飲み込まれた感じがしたよな。アンタレスステークス天野極戦登場。極戦が1番人気、気持ちいいが2番人気、勝ちたんやが3番人気と、上位3頭を占めております。3番人気までを占めておりますが、どうなりますか。まずレース、気持ちいいが本誌で4つの印、極戦も1番人気、極戦も鉄板以外は全部丸と一騎打ちムードっていうところでしょうか。まあ、この3頭だけ見てりゃいいでしょう。ただね、気持ちいいわ、先方変えさせてもらうわ。ダイジェストいきましょう。阪神 G3 アンタレステックスダート 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野勝ちタイヤ先頭、天野気持ちいい先頭、引き離しにかかる、あと 200m、 気持ちいいだ先頭は。2番手は天野勝ちタイヤ、天野気持ちいい、この馬で決まりか、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は天野極戦、3着に天野勝ちタイヤ、見事に勝ちました。天野気持ちいい、ワンツースリーは決めましたが、1番人気と2番人気は入れ替わってるんだな。差しに戦法を切り替えた気持ちが勝ちました。さあ5頭です。うち海外2頭、あーちょっと戻りきってないな。左回りがどう響くかってとこでしょうね。あんまり良くない感じはするよな、左回り。アルキョは勝ってるけど、まあまだ G1 も取ってないですからね。キンシャサの奇跡、ちょっと調子落ちてるな。まあ、休ませますけどね。
リスクズアプルーバル強いからな、結構。お、なんでしょう。みなさん、びっくりさせないで。交換ですね。いいえ。リンと勝ったんだけど、 NHK 前で挑ませるとちょっと届かないんじゃないかと悩むとこですね。でも放牧はさせないからな。 iPod は皐月賞勝って、まあこれからもし挑むさせるとしたらもう距離適正ですよね。から調教方針、距離適正重視、今のうちちょっと皐月賞じゃない菊花賞対決策しときましょう。グロゴリベンジかけてますね。こっちも2700なんですよね。でも負けちゃったからな、この馬は特に距離対策をさせずに挑ませましょう。左前向いてるといいや向いてるかもしれないけど、まだ実績ないですからね。で、気持ちいいが一着。いや、ステークスか。まあ順当ではあるけどな。サマーゲイン2着か。左回り右回りの得意不得意は特にないですね。右回りが得意なのかな。いや、逆あえて言うならば、で放牧したら5月5週かになるから、芝か、メトロポリタンハンデーですね。アインシュタインってどんな馬？これ G2 なんだな。じゃあちょっと軽いかもね。あ、ジョッキー竹豊にしないとダメ。あ、竹豊乗ってくれない。極戦はビホルダーマイルステークスか。これってどんな馬レースなんだろう。ちょっと厳しいかもしれませんが、放牧に出して挑ませます。一方勝ちたいんやが、あ、年齢結構重ねちゃってるよな。勝ちたいんや、一緒。ジャパンダートダービーか。
アンステークス、まあ、順当ではあるけど、っていうかちょっと疲れすぎやな。ちょっとあのここに出すのは危険です。帝王将かな。でも金引きりいるからな。まあ出すなら帝王将ですね。もっと後かもしれないよな。てか健康任せろって言われてますからね。マーキュリース、いやちょっと待った、マーキュリーじゃない。エルムとか、ここまで開けないといけないのか。レース、椿がレース出すやろ。これはダート馬だよな。銭あった。いよいよ海外に挑みます。ハウルがフローラステークス、オークスは微妙に長いんだよな。フィリップ賞取ってるのになんで桜花賞挑ませなかったんやったっけ。本当ですね。なんでダートはこっち出さなかったんだ。でもちょっと使いすぎだな。その場で休ませる。スカチューも多分一緒だろう。スカチューは次はヘアステークス。疲れは溜まってないからな。休ませない。
ちょっと調子が不安だな。ん？なんだこれ。あ、ナイス、あ、ナイス、ここで休んで。五月を御朱印出せばいいってことか。ちなみにアドマヨムはあとまだ6勝、あと2勝今年中に必要とします。一戦一戦が負け合いない戦いになってきました。瞳閉じても出るんだ。出るべきなんかな。出せるレースが本当ないんですよね。出てる、まあいるデゼンシーとナルトが出てるか。出すけどな。収放目上昇リセット。さあ今週出して放目どうしようかな。どちらもこなせます。芝出してみよう。久しぶりに左回りで、左回りのレースが多いよな。ってことは左回りの方がいいのかな。ただ一周放牧するから5月5週以降ですね。あ、ニンチブリッジがいるんだ。こっちでもありですね。ビホルダーマイル。まあ、極戦が出てるんか。ジャスターゲーム。ここかな。まあ、アインシュタインが出てますね。ライバルとして。負けてるんで、ちょっとやめときましょう。テルテルはまあ、高塚出ることになるんでしょうけど、まあでもいっそはなんか走らせたいよね。5月を2週以降遊戯王がいいんや。賞金悪くないや。一応距離加減ですけどね。さあ勢いに任せてどうしようかな。まあ休ませんでもいいや。調子落ちっぱなしだが、
状況方針を変えましょうと思ったら変えられない。あ、そうだ、こういう時はこの馬に出すのもったいないな。先がそんなにない馬にも出させるわけにはいかないもんね。あ、これはちょっと疲れすぎだろう。一気に本当に帝王賞でいいのか。でも普通出すのはここなんですけどね。なんでだろうは、うん、なんか勝負弱さがあるよね。ここがしかビクトリアマイル。ちゃん距離持つんかな。持つんか。ちなみにタマちゃんしか出てなかったかな。そうですね、アイポッパーぐらいですね。あとはわ、ひどいなこの成績。ちょっと疲れが溜まりすぎてます。さすがにハリポタ無理でしょう。これはハリポタ出てるレースがないんだ。オプソムってこれ牝馬、でも何かには出さないとダメなんだよな。マンノモということはこれはそうとして、セカチュあたりがなんか窮屈な芝で得意な馬で出せないやって言ってて、言ってた馬がI'm not sure if you're going to be able to do that.
そうだ、部長かな。これもいいですね。受胎率1頭だけなんですよね。どっちがいいんだろう。やっぱり一頭だけなんだ。若い方がいいな。たらかに。ジェニーワイリーステークス型のアテネです。3番人気か。まあそうでしょうね。さ先行行ってみるか。ダイジェスト、キーンランド競馬場 G1 ジェニーワイリーステークス芝 1700m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。頑張ってるが内からこらえてるぞ。ここが踏ん張り。あーバグに吸収されそう。追い上げてきたクインディスターク、かわすクインディスターク。1着2着は3着争いか。勝ったのはクインディスターク、見事な勝利です。シャーマンズスプリントプライズ、金車差の奇跡です。1番人気、130ですね。トップです。30はいいな、まあ、勝ったこれは勝てるんじゃないかな。大外は気になりますけど、レース行ってみましょう。シャティン競馬場 G1 チェアマンズスプリントプライズ芝 1200m の電撃戦です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはガラユニオン。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してガラユニオン鼻に立ちます。その後ろからはウィンコメディ、この馬も上がっていく構えです。前に戻りましょう。先手を取ったのはウェディングマリーン、その隣にガラユニオン、その外からウォールサンライン、並んで10番ベルデイルファミリー、これに続いてマザーキャプテン、赤の帽子スキップニスカシミリア、その後ろイクスプロードソーと上がっていきました。すぐ後ろにチックアンドフォル。さあ上がっていった金車さ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。けんけんけん。さあ先頭に立ったのは金車さの奇跡。差が広がる広がる。オッケー。内で食い下がるウェディングマリー。もうぶっちぎりだ。残り200メートルを通過して後続はまだ後ろ。2番手やりました。理想的。これは強い。金車差の奇跡、圧勝。金車差の奇跡ぶっちぎりです。2着はジョイフルウィナー、3着にウォールサンライン。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。金車差の奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
ということでしっかり勝ってくれました。 G1 3連勝福島牝馬ステークス天の桜一番人気、神プリンセスもいるんですね。ダイジェスト福島 G3 福島牝馬ステークス芝 1800m です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所、天の桜先頭、1馬身から2馬身引き離す、2番手は川上プリンセス、川上プリンセスが先頭だ、天の桜なんとか勝ちました。2着は川上プリンセス、天の桜見事1番人気に応えました。ビクトリアマイルもいいですね。出遅れたんだ。ローカルはそんなにいらないな。さあ、アマノハル登場です。一番人気グリグリです。チューリップ賞を取っている馬がなぜか菊花賞を回避してこっちにかけてるわけですからね。2番人気オンザヘッド、3番人気スイブテールですが、多分決着はもうついてるんじゃないかな。ダイジェスト東京 G2 サンケイスポーツショーフローラステークス芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アマノハウル先頭、突き放しにかかります。エイシンマーブル懸命に追いすがります。アマノハウル先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。残り 200m、 2番手はスイープテール、後続は大きく離れた、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はスイープテール、アマノハウル見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。マイラーズカップです。天のビフォアフ1番人気、浅草田園ですね。うん、ダイジェスト京都 G2 読売マイラーズカップ芝 1600m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。天馬ビーチ先頭、2馬身ほどのリード、しかし後続の中を割ってきてるの遠くのか、天のハウル天馬ビーチ意地を見せる、一気に天のビフォアフ天馬ビーチ先頭だ、あー遠かない。天馬ビーチ1着、2着は天のビフォアフ、3着に俺は待ってるぜ、見事に勝ちました天馬ビーチ。天馬ビーチ、そうなんだ、生産馬なんだな。さあ柏記念と春の天皇賞となっております。海外はなしか、
当の春の盾。連覇なるか。花ちゃん。デルタブルース、スカイポッド、名称サムスンらが登場。一騎打ちか、タマちゃんとデルタブルースで。団長の教え、一応ローテだけ決めましょう。それから種付けといきたいとこなんですが、ちょっとあの10分ほどこのままつないだまま休憩をいただきます。ご了承ください。じゃあどうするかですね。15勝、今年いっぱいまでなんで、自分だったら宝塚出さないな。まあもちろんね、安田っていう手もありますけど、普通に安田行くか。まあまあいいか。誰が乗ってたっけ？ C 機種、あ、でも最初山の機種が乗ってるんだけど、ほとんど竹豊なんですよね。キザレベルほとんどない。いい。メジャーのキズアレベルって どうなってんだ。あ、下がってしまうって言うけど、キズアレベルないやん。お、週刊賞だけまだ取ってないんですね。ちょっと本当に帝王賞でいいのかっていうのは考えますけどね。ヒート時点がかな、相手なのかこれ。今のところそんなにいいメンバーじゃないように見えるけど、何が来るかわからないですからね。
あんまり右回りは向いてなさそうです。アメリカは向いてなさそうだな。ヨーロッパの方が良さそう。ニジブリッジはそんな2800。出てみましょう。ちょっと疲れが心配です。気持ち休ませましょう。多分疲れが溜まっちゃうと思うんで、通用するかな。なんかもうちょっと段階踏まないといけない気がする。1600。だとはダメ。どっちが得意かって言ってもどっちが得意かわからないな。そんなどうするかですね。スカチュここに出しちゃダメな感じはあります。ここでやって極戦と戦わせるべきなんですね。気持ちが出てるのか。ここかな。極戦には悪いけど勝ち合います。iPod ダービー2巻目を狙います。まあ、当然ですよね。でブログも弥生賞では勝ってるんだからな。
ただな、やっぱり皐月賞負けたっていうのはやっぱり気になるよな。フランスダービー行ってみましょう。賢さが低いんだよな。精神力は B で高いけどね。何を NHK マイル。疲れがなんでこんなに溜まってんだろう。ちょっと指示与えてやって、でも自分だったら歌ちょっとこれは厳しいんじゃないかな。移動せたい気持ちはわかるけど、回避かな。ここはチクタヒオス馬か。これがアイルランド2000ギニーとかに出した方がいい。大差は当然オークスですよね。で、極戦をどうするかってとこですね。あれ、極戦は？だった。極戦はビホルダーマイルに出してるけど、まあいいでしょ。この馬はちょっと国内に帰らせましょう。打ち出してもいいぐらいだよな。でも来週だったか。あ、この車こそあのヘアステックスいいんじゃないの。ではですね、種付け前ですが一旦ここで、休憩を取らせていただきます。10分から15分で、戻ってきたいと思いますので、しばらくお待ちください。
はい、お待たせいたしました。では再開したいと思います。では種付けスタートです。若い方からつけるかな。価値の高いものからつけたり若いものからつけたりっていうのはいいと思いますが、初年度本当に大事だからな。絞り込み設定してみましょう。早熟はなるべく避けたいよな。今まで見る中で早熟はパッとしないからな。インブリードは×、全兄弟は×、 B ぐらいまでかな。そうとライシャーがトップなんだ。まあいいんじゃないでしょうか。これって 1.5 だっけ。長距離属性だからプラマイ0だから 1.5 ですね。お、これは2ですね。ナイタブライアンは、ブライアンは全然、あ、レモンドロップキットもいいです。アイマックいいですね。でもブライアンにしましょう。イエモンはスキャンがダントツトップ。まあこれしかないような気がするな。早熟系統にはなるけどな。これしかないですね。スキャンいきましょう。で次キューちゃん、エピインディとマインシャフトどっちでもいいですが、まあ、エピインディかな。三冠馬同士、三冠馬同士なんだ。本当だ、三冠馬同士だ。なんで三冠なんだこの馬。ここからも選べるようになってんの。この馬って何を、まあこの馬でいきましょう。あれ、種付け済み、アイモードですね。マインシャフトですね。さっきつけられなかったからその分つけましょう。プレミアピアプライズがトップ、タイムパラドックス、なるほどね。早熟傾向にある 1.5、 これも 1.5 ですね。タイムパラドックスいいと思います。ローレルもいい。ローレルは0か。なんだこれ。あ、これやめとこう。希少なんだ。2000マスター 1.5 か。うん、タイムパラドックスへお笑い配合すごいな。シンボリダンス 35S の、まあでもレッツゴーターキーもいいですよ。これ2だからな。ミスチルケープのレッツゴーターキーでいってみましょう。あとはマインシャフト3ですね。強力 2.5 ですね。まあ、マインシャフトですね。じゃあザ・ビクトリア、シーキング・ザ・パール、
ソングオブウィンドか、社内強いんだな、この意味で。 2.5 だからな。この前はどう悪くないけど、やっぱりソングオブウィンドですよね。さあドーベルはどう？ディープがトップに来ましたね。ディープもスペもどっちでも良い。まあディープつけてみますか。え、オーサムアゲ、あ、これ施設版はありなんだけど、これ早熟馬蹴ってるんだけど、早熟の私立馬蹴られるってことないのかな。うん、スマーティージョーンズが良さそう。スマーティージョーンズ行きましょう。タイノシスターはタイノギブレットですね。ん？これってでもシーツは出るけど、オッカってもう生まれてるんだけどな。あ、これはまあ当然ディープつけます。マインシャフト本当にいい馬だな。あ、でもユニバーもいいですね。うん、ユニバつけましょう。カシマウィングか。ロックハードデーの方が良さそうだが、こっちもいいですね。フサイチペガサスも。プリウスはちょっと落ちる。あ、 2.5 だ。シーキングザゴールド22歳ですか。母がフィアリードール、アグネスデータローいいですね。2ですか。シーキングザゴールド行きますか。ウィンドイヤーハーヘア、トップはミホロビールボン。だからやっぱマイシャフトの方が良さそうだな。マイシャフトって何系だったっけ。AP インディ、シアトルスルー、これ何系。でもナスルーラ系なんだ。マンファス、いやー激戦ですね。カリスマつけてもいいかな。ロブロイいいですけどね。カリスマつけましょう。この青いやつ何？柔軟かな？柔軟だったらプラスですね、この要因は。ちょっともうちょっと見よう。 2.5、 スマーティージョーンズもいい。グラスワンダーも 2.5 ってことか。つまりプラスでもいいですね。マインシャフトもいいし、ブライアンズタイマーに、プラスつけましょう。
ミードパイか。イードパイつ、イードバイつけましょう。で、スカレットブーケ30ですかね。あ、こっちもイードパイいいのか。まあでもマインシャフトか。マインシャフトってそんなすごい馬なんだ。さあ今度はクラブです。トップアマノミスチルで2位がドンタコスですが、ミスチルは長距離属性がつくだけか。どっちでもいいですね。ビンブレオはまあ悪くはない。2ビンブレは2あるからその分補える。アドマイアドーンが 2.5、 あ 2.5 じゃないわ、2だ。ビンブレ行きましょう。この5ってなんだ。あ、本株か。玉のマイマックは 1.5。 イチローもいいですね。あ、でもユニバがいいのか。この中ではベイスターズもいいですが、ユニバ行きましょう。カリスマ、ブライアンもあるけど、トルネードか。トルネードがちょっといいですね。トルネードつけましょう。千と千尋には、トップはタイタニック、トルネードの方がいい。タイタニック、トルネードの方が良いな。抜けてる馬がいないんですよね。トルネード行こう。タイタニックつけてもいいかな。タイタニックにしよう。なんな、iMac の方が良いような気がしてくるけど。改良が 1.5、 いい 1.5 だからな。うん、 iMac つけましょう。もう全部こっからアマノですね。捕獲だったらなるべくつけたいな。早熟傾向か。未然マストか。未然マストがいいのか。いいけどポイントギブンと5あるのにちょっと辛いですね。ポイントギブンにしましょう。うん、これも 1.5 だな。こっから先はちょっと逆転が難しいんで、まあ普通にアグネスデジタルで。大舞台もありますしね、ビリー。まあ、エディントンがトップ。稲妻か。相性も良さそうな感じ。
まあエディントでいいんじゃないでしょうか。次エアトゥーレ、これアグネスデジタル、んなんだこいつ、ゼンノロブロイだ。ゼンノロブロイにするかな。うん、ロブロイに行きましょう。次ルーズ旅34、ちょっと抜けてますね。うん、これかな。熟しユニオンですか、トップは。でもマイマックモの方がいいです、つけんなら。イチローもいいですね。どっちがいいんだろう。アルジェバランもいいと思いますが、これもいいんだけど、どっちかですね。イチローかな。イチロー行きましょう。ツイッチで配信を行っています。ぜひアカウントのフォロー、チャットコメント、ぜひライブ視聴お願いします。ツイッチアカウントフォロー&ライブウォッチ&チャットコメントプリーズ。 YouTube でも2日後にアーカイブ流します。 YouTube チャット欄にリンク貼っておりますので、ぜひアクセスしてチャンネル登録していただければと思います。プリーズ YouTube ライ YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。トップは天のエース 0.5 は弱いな。ユニバもユニバの方が1だから、まあいいかも。これも1ですね。スペもスペってつけたっけ。あでもシンキングザゴールドがいいのかな。でもどうだろう、まあ、3差あるんだったら、まあ、うん、ユニバかな。ユニバの決闘ってシーキングザゴールド進行ラブリーなんですよ。ミスプロ系だよな。盲天然って何系だっけ。ブラッシンググルム系か。同系じゃないですよね。だからユニバつけます。アイマックがトップ。あいいじゃないでしょうか。2、イチローも2です。アグネスデータルが3かな。3ですね。流行とか、あ早熟だよな。早熟はプラマイゼロだから、2.5 だな。アグネスデータルは2段で、これなら iMac つけた方がいいやになると思いますが、これも 2.5 か。うん、カリスマがトップ。金カメ、うん、
カリスマですね。でそしてファストフレンド、トップは全ノロブロイですね。シキグザゴールドもいい。まあ、ロブロイつけましょう。ドンタコスが 0.5、 ユニバが 1.5、 ユニバになるよな。カリスマもいいですね。カリスマつけてもいいかな。スペかな。スペつけましょう。キュエマーチ、ネイエフですね。トップは、あーでもこれは大草塾ってこと？そうっぽい。草塾なんですかね。大草塾ってことだよな。まあどれつけても早熟要素がつくんで、多分早熟要素があるってことなんだろうな。シルバーチャームつけてみよう。あと3頭タバサ投手ですが、これはシーツで実在します。ドンタコスが断然トップだな。他の馬もありますが、これはドンタコスつけるわ。これ種付け終了です。お、種付け終了したとこでなんかもう時間が、この週が最後ですね。20分ぐらい結局種付けかかってしまいましたよね。1週分ぐらいかな。では最終週かな、行ってみましょう。柏記念天野デゼニシーです。天野アルトも出ます。1番人気2番人気を占めております。クラブは凱旋門院も3番人気ですね。もう3頭で良いんじゃないかな。レース行ってみましょう。船橋競馬場 JPN1柏記念地方交流レース、ダート 1600m です。こちら船橋競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはブルーコンコルド、ジュリエチェンジ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してブルーコンコルド鼻に立ちます。その後ろからはジュリエチェンジ、この馬も上がっていく構えです。さらにはシーキングザベスト、古豪、凱旋門院、
その後ろ、この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。ブルーコンコルド先手を取りました。大きく離れました。サムバディシャーポ、青の帽子、パーソナルラッシュ、その後ろ、これに続いてナポリグリフ、その隣にノットアリリガ、アマノナルト、すぐ後ろ、最後方追走はアマノデゼニシー。ナルトとデゼニシーはいずれも後ろですね。煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 G1 馬ブルーコンコルド依然として先頭。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はブルーコンコルド、凱旋門院、ほとんど差がありません。シーキングザベスト、3番手アマノデゼニシー、ぐんぐんと差を詰めてくる。さあ、内から内と外からそれぞれ行きますが、ここで先頭に立ったアマノデゼニシー、リードは2番手から3番手ですね。シーキングザベスト必死に追います。この差は果たして縮まるか。強いデゼニシー、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はアマノナルト、3着にシーキングザベスト。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはアマノデゼニシー。コース取りの差かな、勝負は。16個目。さあ、単語ステークス、天野ノートレ一番人気。真ん中以外は全部二重丸ですね。真ん中の丸はアドマイヤホクとか2番人気論はダイジェスト、京都オープン特別単語ステークスダート 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。マイネルタッチ先頭、残り 200m を通過してアマノノウトレ先頭だ。先頭に踊り出ましたね。2番手はアドマイヤスパー、アマノノウトレ差を広げる。アマノノウトレ勝ちました。1着アマノノウトレ完勝、2着はアドマイヤスパー、3着に日高ベルベット。これは桁外れの強さだ。アマノノウトレ、さあ、いよいよ天皇賞春です。天野玉ちゃん出走ですね。松前さん、あ、名将サムソンだ。ライバル馬になります。名称サムソン2番人気ですからね。かろうじて1番人気を守りましたね。グリグリか。でもこれならサムソンには勝てると思う。でもサムソンって確かシーツの竹豊乗せてシーツの優勝馬だったんじゃなかったっけ。竹豊はパレススポットに乗ってますけどね。他、アイポッター、デルタブルースらも出走。直系も実はレベル高いんですよね。レース行きましょう。京都競馬場 G1 天皇賞春。芝 3200m の長丁場、京都の春の盾を争います。これ、折り合いが結構長距離は鍵なんで。気象重視するなら春天取った馬って結構でかいですよ。菊花賞とか。現役最強の座を求めて京都競馬場に東西の有力馬が集結。その栄冠をつかむのは歴戦の実力馬か、それとも新勢力か。古馬の最高峰レース天皇賞春の発走です。さあ、最後は大外枠の名将サムソン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ、先行争い名将サムソン前に行きそうです。デルタブルース、それに続いています。さらにはエアジパング、12番エルサイレンス、その後ろデルタブルース、先手を取りました。その外からパレススポット、1周目の第3コーナーに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。これに続くのが東海トリック、シルクフェイマス、
そのうちに続いています。その外にバイソールサウンド天野玉ちゃん B1 です。その外に凱旋リベンジ、内からはアドマイヤ富士チャクラ、すぐ後ろ並んで古豪ポップロックマイネルキッズ、この馬もこのグループ。その外にアイポッパーピンクの帽子桜センチュリー、その後ろその横にウィングランツ。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。しんがりからアドマイヤモナーク、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭からダービー馬パレススポット、レースを引っ張ります。すぐ後ろにエアジパング、その隣に名将サムソン、大きく離れましたデルタブルース、並んで13番東海トリック、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、エルサイレンス、それに続いています。内からはシルクフェイマス、その外にマイソールサウンド、一番人気の天野玉ちゃん、現在馬群の中ほどにつけています。並んで3番アドマイヤ富士、すぐ後ろに凱旋リベンジ、並んで11番アイポッパー、内からはポップロック、並んで2番チャクラ。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。先頭は依然としてパレススポット、名将サムソン、ほとんど差がありません。天野玉ちゃん、この位置から届くのか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はパレススポット、並んでエアジパング、離れてデルタブルース、その外からは名将サムソンが仕掛けていった。続いています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、長くイエス使いますからね。頑張れ天野玉ちゃん、残り 200m、 ダメだ、伸びない。外から一気に突き抜けるか、デルタブルース、デルタブルース、ルルースが先頭になった。1着、あー2着か、これが世界の実力だ、デルタブルース。敗れた、残念。ちょっと今直線中ほどまではもたつきましたね、天野玉ちゃん。さあ米国2頭の東京は NHK マイルカップですが、今週ここまでですね。デルタブルースと成立しちゃいました。じゃあ牧場へ行きましょう。ナンバーボーかな、福ババ種付けはちゃんと終わってる。売れ行きが B ですね。結構売れ行きがいい。募集は見てみましょう。一頭も売れてない。完売してる馬はあるんですけどね。良血なんですけどね。一口価格高すぎるよな。パレススポットか。ブルか。
タラコがラブマシーン。時かけはボタンか。マー君はファレノプシスですね、イチローと。朝どうしようか、ガリレオと。人気募集場になりましたね。さあ、その船ですか、キュエマーチ。勝ちたんやが兄。のだめがサドラーズギャル。父は天のトルネードになってます。勝ち方のシスター。国家が姉。フェリカがレディーブロンドか。いや、トゥーレイはキャプテントゥーレイですね。サムトゥーワンラブ。サムワントゥーラブ。パリだと。この部屋 C2 番ですね。母、ファストフレンドなんだな。みんな買ってはいるけどな。枠が空いてる人は全部買ってますね。唯一空いてないのが天野元京子さん。凱旋門員が稼いでおります。ヘルシはこれからですね。凱旋リベンジマイナスでも多いよな。ワンセグが高いからな。さあ、ウォッカ持ってますからね、伊坂さんは。いずれはもっと稼ぐでしょうね。有形なオディール。楽しみです。凱旋カシミヤ。一勝しか上げてないんですけどね。さあ、愛知博。フェリカもいますが。ケツメイシがまだデビューしたばっかり。トリビアだな、この中で言えば。トリビアも4勝なんですけどね。知人まだ7人入会できるんですね。ということで、今回ここまでとなります。主語は忘れてる。これが正解だ。ということで、ここまでとなります。見ていただいてありがとうございました。次回、ちょっと1ヶ月しか進めなかったんですけど、まあ、種付けとかあったから、
仕方ないですね。次回はこの続き5月の2週からやっていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。どうしてもやっぱり長距離戦になりますね、春の天皇賞みたいに。見ていただいてありがとうございました。よろしければスイッチですね、アカウントフォロー、今後ともライブウォッチ、チャットコメントお願いします。スイッチ、ライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。スイッチで配信したこの動画、この配信は翌々日21時から YouTube で、プレミア公開しております YouTube、ご注目ください。リンクもチャット欄にトップに貼っております。ぜひアクセスお願いします。チャンネル登録もお願いします。YouTube、マイアカウントアクセス&チャンネルサブスクライブドプリーズ。ツイッターもやっております。こちらもチャット欄に貼り付けております。アクセスをまだの方アカウントフォローお願いします。ツイッチアカウントフォロープリーズ。ウィニングポスト9ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。